さあということで、こたびは井伊直政による挑戦じゃ。さようにござる。よろしくお願いいたす。さあ、ここはどこじゃ。ここはですな、うん、我らがその徳川家康公の菩提寺でござる大樹寺にござります。ほうほうほう。そのような由緒正しき場所に誰のパネルがあるんじゃ。そう、ここにはね、その東海オンエア殿の芝生殿がこのわしの甲冑を着て、もうまさにあの本堂の中にねあるそうですので。いやー、その大樹寺はね、観光客の方もたくさん来る場所として有名でござる。だもんで、まあ結構期待できるじゃないの。何人くらい目標よ。いやー、まあ理想は2桁、まあ、10人以上ですな。行きたいところですが、今日なんかそのファンの方じゃなくて、うん、観光客の方をターゲットにしていこうかなと思います。よし、じゃあ早速行ってみるか。入りましょう。頑張って。ありがとう。1,2,3。 よし、ありがとうございます。まだ開始数秒でしょ。あ、でも暑いもん。今日どっから来てるんですか。豊橋市かな。あ、近くじゃない。いや、ありがとうね。もうずっとここで待っとってくれたんだけど。頑張ってください。ありがとうございます。気をつけてね。頑張ってください。まだ動いてていいですか。でもうダメだよ。ダメなんだ。もうダメだよ。よかったな、最初から優しいお客さん来てくれて。汗が今ポタって言わなかった。舌足りました。この大樹寺にはね、近くに大樹寺小学校という小学校があって、その小学校から聞こえてくる鍵盤ハーモニカの音を聞きながら、直政は固まっていますよ。まだ余裕？いや、左手の二の腕がちょっときつくなっています。膝は入っとるけど、かかとが浮いてるわけじゃない。ああ、こうなることを予期して優しい格好したんだろうな。マジで誰も来ないぞ。ごくのどかでいいね。あ、かわいい。嘘じゃん。かわいい。食べようぞ。血も吸わせなきゃいけない。自分の中の感覚ではどれぐらい経ってる？10分ぐらい。お、11分経ってる。ペース悪っ。これは違うじゃん。これやりゃもう、あ、これ写真撮っていいやつなんだってなるわ。ってなる人どこにいるんだ。そうだな。だって何がすごいな、ようそんな動かんのおられるな。ちょっと今手のひらが熱くなってダメだぞ、刀落としたら畳だから刺さるぞ。人形じゃないんですよ。ここはすればいいですかね。そうそうそう、はい、わかりました。顔落ちしてね。武蔵の国からよく来てくれたわ。芝生殿だったら来てくれる。もうちょっとマシな格好を取ってね。会いたいんですよ。会いたいんですよ。会わせてください。あ、誰か写真撮ってくれないと。あかねとか撮ってあげないよ。私撮ってるよ。動くかな。これ動いていいのかな。いいよ。ユシラがおる間は大丈夫。ありがとう。ありがとう。生きとるんですよ、これ。誰かが写真撮ってくれ、くれるまで動けないという。ちょっと汗拭いてね。
はい、はい、撮れました。ありがとうございます。最後、こうやって上上げるの？ん？ん？いいよ、もういいよ。宣告したよ、こういう靴。馬には片手でできるのか。馬に乗るで。そう。お前こっち腕。馬だけに。うまいな。それお父さんが上手いの、今。うまいな。ドイルリト。はい。こんだけたくさん撮ってる気がしますけど、まだ3分。そう。同じ人たちに取ってくる。嬉しい。30分経過。よろしいですか。押しましょうか。そしたら、じゃあ、はい。はい、取れました。ありがとうございます。カニ食われます。めちゃめちゃ。カニ食われても動いちゃダメなんですね。ありがとうございます。おかげでノーマスが少し動けました。ちょっと今のうちにほぐしとか。ありがとうございます。どっちも武将隊だ。武将隊と YouTuber じゃないからな。そうそう、あ、岡田騎士の。そうそうそう。どこから来てるの？二人は。大阪。大阪から。岡田騎士なんだね。ありがとう。ありがとう。頑張ってください。よし。ありがとうございます。ありがとうね。二人はどこから来てるの？三重から。三重、あ、大人に来てるの？県内。今日来てくれたのは本当に縁がある。本当に。はい、ありがとうございます。すごい顔してるけど、びっくりした、びっくりした。ありがとうございます。ゆりと、あと7分ほどで1時間終了いたします。普段我ら岡崎城の方でおもてなしをしとる状態なんですね。残り3分。さっきから4分しか取ってないんですか。最後は時間が長く感じるのか。もうカメラが回っとるんで、そういうズルができない。武将隊って言えなくなっちゃう。5、4、3、2、1、はい、終了でございます。疲れた。さあ、ということで終了したな。もうちょっとこの辺の感覚がないですね。おかしな感じ。一人も来ないっていう時間がたびたび訪れてたから、10分ぐらいで動かん時間あったから、ね、いや、あった。いやけど写真撮らんと動けないんだってっていう優しいね声とかもあって、いや、もう同じグループの方が2回3回撮ってくれた。で、ノーマさんは最初なんて言ってた、何組行きたいって言ってた。10組はない、行きたいな。10組は行きたい。結果、はい、7組。7組か。でも、うん、平日のこの時間帯で7組来てくださるのはありがたいですね。え、駐車場が近いもんね。で、入ってこなかったりすると絶望と希望がこう交差をしてる感じ。いやー、よかった。
かったよかった。ではまたこれ全員の結果がどうなるかだな、はい、そうですな。よし、それではありがとうございました。疲れとる、疲れとるぞ。最後までの閲覧誠に大義である。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。僕らはイエーイ、さらば。